手順の1ですね。ベースとなる知識を学ぶ。で、ここに関して言うと、じゃあ最初に動画編集を勉強していくじゃないですか。じゃあ何勉強すればいいかっていうと、まあ、ざっくり最初このあたりだと思います。で、上から順番にカット編集、テロップで、色の調整、BGM、音量調整、動画の書き出し。まあ、このあたりですね。このあたりっていうのを、まず最初、初心者の初心者が理解すべきところ。で、ここっていうのを理解すると、動画編集、まあ、YouTube における動画編集って、あ、こんな感じで仕事は進んでいくんだって、そこを理解できると思います。じゃあここに関してどうやって勉強していけばいいか。で、これもすごい簡単な方法があって、で、これ全然ステマとかなんでもないんですけど、僕の編集者さんのカフタマさんって方が、まあ、それの解説動画出してるんですね。で、それ、1時間ぐらいだとめちゃくちゃ長くて、まあ、結構その、ボリューム超ありすぎるんですけど、まあ、ただそれを見ることによって、あ、こんな感じのツールを使って、あ、こうやって仕事進めていくんだみたいな。まあ、それがわかるので、まあ、それ最初見れば結構頭に入ると思います。なので、最初これやってください。で、ここに関して、概要欄に、その動画のリンク貼っときますので、そちらからご覧ください。で、以上が手順の1で、続いて手順の2ですね。何をするかっていうと、自分のチャンネルで練習ですね。僕のチャンネルは基本的に稼ぐというテーマにおいて発信をしています。で、もし今後収入を伸ばしたいとか、もっとなんか人生の難易度下げていきたいみたいな、まあ、そういう方がいたら、チャンネル登録しておいていただけると、もちろんその全部の動画を見ようとかっていう、そういう風に言うわけじゃなくて、この動画の内容ちょっと気になるなとか、この、なんていうんですか、内容って自分あんまり理解してなさそうだなみたいな、そういう動画が流れてきたら、ぜひ移動中とかで聞いてもらえると嬉しいです。で、聞いてもらいつつ、かつそのまま行動を実行していくと、多分収入とか、あと、まあ、会社で出世するとかもそうだと思うんですけど、またフリーランスとして独立して稼いでいくとか、まあ、そのあたりの知識っていうのはもう確実にこうアップデートされていくと思います。なので、もしよかったらチャンネル登録しておいてもらって、見ていただけると嬉しいです。